寺田池は、兵庫県加古川市平岡町新在池にある、ため池である。2010年3月25日に、農林水産省のため池100選に選定された。893年に造営された農業用ため池で、築造当時は、水量は豊富であったが、上流域の開墾や、周辺のため池の造営により流入水が減少し、1658年に一級、 河川加古川水系から疎水百選に選定されている寺田用水を改作した。また、1903年に園庭のかさ上げが行われたが、昭和の中頃には一時期枯渇し、一部兵庫大学の用地に造成され2005年から2009年に再整備がなされ、周辺の浸水公園や灌漑に活用されている。江戸時代に赤市藩、 姫路藩による神殿開発に伴い、南の南部では水不足に陥ったため、1663年に、曇り川を水源とする寺田用水を完成させた。さらに1672年に、寺田用水から分岐する高畑分水が、改作し下の池などが作られ、1676年には、北の分水も引かれた。しかし、 曇り川の上流でその水源となる万溜池に、給水する入りが、池は、寺田用水完成の前年に作られた、ちなみ池へも給水しており、慢性的な水不足は解消されず、1680年に、河口を池に草谷川から、加古大港を引き込み、流路を1676年に完成していた万、溜池に隣接する、調布池まで延伸するなどの調整が続けられた。 明治時代になり、綿花が重要な輸出品となったことで、綿花栽培が盛んになり再び水不足となったため、1891年に、大御祖水が引かれ河口を溝、加工を池が、大御祖水河口支線の一部に組み込まれ、入りが池も大御祖水天馬支線となり、水量も安定したが、昭和になると、農業の近代化、大規模化が進み取水量が増え、またしても水不足気味となった。 これを改善したのが1991年に完成した当番用水で、黄金疎水を経て曇り川、寺田用水を潤している。曇り川、寺田用水高畑分水東、加古川駅前を流れる北の分水北の分水は、加古川文化センターの庭池も潤す2003年9月27日、寺田池協議会と水生生物や野鳥の観察会を行う。 ボランティア団体、平岡、寺田池を語る会が設立され、環境保全を行っている。池には、日本では、減少傾向にある、ガガブタをはじめ、陶器には、渡り鳥の越冬地等多くの動植物が、生息している。ABC 寺田池農林水産省ため池100、1000、稲宮大地の開発の歴史。稲宮大地を潤す水の道。PP。 11から12、2014年1月9日、閲覧。寺大池協議会寺大池改修工事までの取り組み。ありがとうございます。